こんにちは、あさこです。タイ在住の主婦です。私もついに洗礼を受けました。もう本気のバンコクの渋滞、雨が降るともう車が全部ストップしちゃってすごい渋滞になるんですよね。まあ、今までもそういう経験はまあしてたんですけれども、まだまだ全然序の口だったなと。今回先日息子が学校帰ってくる時間に合わせて私も家を出たんです。で、家にいる時から雨降ってるなとは思っていたんですけど、家を出てみたらいつもだったら10分で着くところを1時間かかっちゃって、で、用事が済んで帰ろうってなった時にアパートの車を呼ぶとまた1時間とかかかっちゃうかもしれないと思ってタクシーで帰ることにしたんです。そうしたら、そう、もう分かってはいたんですけど、タクシーも全然来なくって、で、タクシーを呼んでから50分待って、それでやっと来て乗ってから20分ぐらいかかりました。だからいつもだったらもう本当30分で済むようなところを3時間かかった。はい、そしてこれはまた別の日、夜ですね、夜の8時半ごろ、この日はもうあらかじめアパートの車に迎えを頼んでいたのですぐに来てくれてたんですけど、見てもう今黄色のタクシー来たけどすごい渋滞、もう絶対ほんと捕まらなくなっちゃうので、これはアパートの車に2台あるんですけど、これはタクシーの後ろをこういうふうに椅子とかつけて改造した、よくあるよね、こういう車。屋根もついてて、で、屋根ついてるんだけど大雨の時はこうやって横にはビニールシートがかけられるんですね。そんでこれがね、蒸し風呂でめっちゃ暑いのねでもね、乗ってる位置が高いからちょっと安心。もう道路下がもうすごい、何、もう水たまりの中を歩く、走るみたい。これでわかるかな。なんかね、前に去年すごい時に撮った写真があるのでそれ出しますね。はい、これすごいでしょ、こういう状況なんですよ。はい、そして無事に家に到着しました。そしたらね、寝室の床もこうやって水浸しっていうね、これ前にもやって床の下まで水が行ってますからって言って寝室の床全部張り替えたんですよ。今回どうするんだろう。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいです。